かないで。あいつらな。
よ。これから馬に乗ります。行ってきます。よろしくお願いします。おお、簡単に乗れた。ロケット、ロケット、はい、ダメです。ダメです。右側、左側、ストップ。うまいでしょう。動物は任せて。難しいですね。馬に三つ編み。かっこいい。かっこいい。白馬だったらよかった。よろしく。ロケ、カミン。オリコールだお前。
そう。ねえ、ロケット。すごい気持ちよかった。ですけど、熊本、今日はダイビングしてプール入ってあとゴルフしていろんなことやったかな。料理とか、わかんない。ハンバーグとか好きかな。ハンバーグのジューシーでケチャップとか。あ、今日ね、おじさんに料理してあげたの。美味しいってこうやってそんな簡単には作ってあげません。ダメですか？タイプね、タイプか。思いやりがあって誠実で真面目で、あ、気が使える人。あ？男の人の何か書いてる時とか、あとドライブしてる時とか、運転してる時、ドライブいいかな。助手席に座るの好きなんだね。結婚願望はないかな。でも30までに結婚して、で平和な家庭を築いて、で犬飼ってかな。私弓道してたんだよね。あのね、取って着替えて履いて放つ。あとね、これわかる？これ。そう、バスケット。あー、でもやっぱデートに向かないか。これは？これ。わかる？ね。これならいけるかな？ね。おお。はあ、疲れた。たくさん話したからね。何枚よっと調子乗んなよ、あんまバーカ。
ルフは初挑戦です。でもゲートボールしたことあるんで多分うまくいきます。ゴルフの見込み大です。Hello, アンさん。 Hello. How are your game? はい。It's good? Yes. Okay, you need more practice so you can practice all the time. So you're getting better like that. Yes. Okay, just like that. Just like that. Head down. Just that. Focus on the ball. Yes. Strong. Get a little bit strong. Slow but seem strong, follow through. Mas. Okay.OK 難しいね。Yes, very nice! Very nice! Yes! 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 Just relax.One more try, no problem. Nice! Very nice! うまくない？ Very nice! Very nice! Yes! Thank you! Okay, go ahead. Okay, nice shot! Nice shot! Okay, nice shot! On the green!向こうに行っちゃったのが一番。でも少しずつ上がってったから、まあ見込みありかな。手作り料理を作りたいと思うので、これから食材を買ってきます。パーン。簡単に作れるのがいいね。これ悩むところだね。肉じゃがにしようか。お袋の安心。醤油探して。柔らかい？2つかな。3つかな。冷たいよ。ピロルだって。醤油と酒を探してくださいな。これからカナの手料理を作ります。美味しくできるかな。まず野菜を洗います。私、大型なんですよ。ってことは、すっごい男の料理になりますから。くしゃみが出そう。涙じゃなくてくしゃみが出そう。じゃあ、そう、毎回忘れちゃうんだよね。ハンバーグとかいつも卵忘れちゃう。こんなん火が通るんかな、こんな形って。日本のと違うね。よし、野菜は完了。この海外で買った変なお肉を間違えたよね。バーベキュー用だっけ、きっと。あ、この間包丁が落ちてきたんですよ。この間から落ちて、でそこで反射神経が良かったのか、こうやって受け止めたらうさって痛い。炒めます。火をつけて、入れすぎた。ね、本当に料理してんのかって感じだよね。痛い。アメリカ風にね、ね、サイパン風にね、ちょっとこう
ダイナミック。あっ、なんだっけよ、開いた穴が。こういうを入れます。酒、いつもはちゃんと測ってますからね。言っときますけど、何にも測ってないですか、今。どうって測るやつないんだもん。じゃあ、みんな水を入れます。蓋、蓋。おお、びっくりした。落とし蓋の方がいいんですけど。やっちゃえ、みたいな。続きまして、煮込んでいる。じゃあ、煮込んでいる間にお弁当作ります。入れよ、卵くん。どれぐらいの大きさ作ろうか。ゴッゴー。じゃあ、切りよく6個にしよっか。6個。ちょっと肉じゃがを入れて、結構火が通ってないから、卵入れとこう。溶きます、卵を。牛乳を入れます。できないかな。本当料理ができない子みたい。ちょっと卵かそうね。どう考えても牛乳の量が多かった。塩を入れます。緊急報告です。バターを忘れました。貝忘れました。ということで、サラダ油で焼いちゃいましょうの前に、ね、肉じゃが結構焼くなってきたから、まずこっちに入れよう。忘れてた。大丈夫じゃん、だって。あ、つけた、落とした。あ、絶対やばい。こんな油っぽくていいのかな。すごいギトギト。ごめんね、もうちょっとやめて。切るか。ね、なんか切ったんだよ。せーの、と。だし巻き卵の方が絶対美味しくできた。オムライスに、オムレツに見えなくもないよね。ないの君だよ。何しを入れたらいいかな。今入れてもまだ間に合うかな。入れんだか、入れんだか。完成。はい、完成しました。肉じゃがとオムレツ、じゃあオムレツ。オムレツ微妙。それでは早速お世話になっているスタッフのサンダーさんに食べてもらおうと思います。はい、はい、今お世話になってます。お世話になってます。はい、肉じゃがとオムレツです。どうぞ。はい、お仕上がりください。いただきます。どうぞ。今からスキューバダイビングをします。これから講習を受けて後から深いところに潜ってみたいと思います。行ってきます。おはようございます。おはようございます。今日担当します永田と言います。お願いします。よろしくお願いします。あ、いただきます。あ、はい、で、これ全部口の中入れて
で、ん、いいです、いで最後は必ず口はうにしてください。う、はい、からどうぞもう一回加えて、い、うん、う、はい。でゆっくりちょっと吸ってみてください。でゆっくり吐いてみてください。もう一回吸ってみてください。で、いいですよ、取ってください。でちょっと今これね、これは水中で吸うものなので、陸上で今やるとすごい多分抵抗があると思います。泳ぐときはこう膝がこう曲がらないようにする。こういうふうに、はい、あと水中では喋ることできません、はい、なので僕がこうハンドシグナルっていうサインをね、はい、いろいろ言い方します、はい、OK、ダメのときはダメ、もしくはダメでいいです、はい、上に上がるときはこうやります。僕が上に上がります。もしくはどうしても上がりたくなったら上に上がりたいサイン出してください、はい、いきます、せーの、よいしょ、はい、立ち上がる、よいしょよいしょ、おーい、1、あの左足、はい、ちょっと進んでください、はい、すぐトンネル抜けます、はい、ちょっとそうすると広い広場みたいなところがあります。これから深いところに潜ります。すげえ変な人、楽しいね。たくさんいて波が
てか海が少し冷たくなりました。呼吸難しかったですけど、でも慣れたらすごい楽しくって、一人で少し泳ぎましたよ。私の私とよね。どう？イメージと違った？なんかもっと素敵なレディーになってると思ってたけんさ。何それ、内面はあなたよりずっと大人になったんだけど。へえ。なんかもっとオーラが出とると思っとったけんさ、わからんかった。あなたが思ってる以上にいろんなことがあったんだからね。へえ。ちなみに私はどうやってあなたみたいになったの？ SMA ティーンズオーディション2005のグランプリに選ばれたの。へえ、受けようと思っとったったい。コツは？コツは企業秘密。意地悪。もし受からんかったら今のかなちゃんは泣いとよ。そう、そっか。じゃあね、コツはね、初めて東京でオーディションがあった時に新橋で迷うこと。何それ。そこで趣味で田んぼを走ることが生かされたの。なんで？足腰が鍛えられるでしょ。そうなんだ。じゃあ田んぼこれから走り回るなんで。頑張って。頑張る。その後は？その後はミスマガジン2006グランプリに選ばれるんだよ。その後は？そこでいろんな撮影現場に行ったり、あとね、いろんな友達ができたんだ。あと
それぐらいからデビューだから、 CM の撮影とかやったよ。靴下焼きには注意ね。あと何があったかな、将来 CM でウェディングドレス着ることになるよ。ウェディングドレス、すごい。弓道はまだ続けとると、まあ DVD の中ではやってるから。それだけね。じゃあやめようかな。ダメ、続けて。精神集中できるし、それに特技のライン書くことができるでしょ。そんなことまで考えとると、大人でしょ。もう二十歳なんだから。ね、他にも続けとる趣味ある？他には新しい趣味を始めたよ。ほら、昔から文化的ものっていうか古風なものが好きだったでしょ。だから日本舞踊を始めたの。でも先生が怖くてさ、毎回毎回怒られるんだよね。負けないように。ちなみに大きく変わったことでな、やる気かな。やる気、すごい痛い、夫が。でもあなたの時もその心は持ってたんだよ。忘れないでね。よかった、大切にするけど。ねえねえ、他には？他には東京で一人暮らし始めた。へえ、楽しいの。うん、楽しい。だけど問題があるんだよね。な、料理とか？うん、料理は毎日作ってるよ。じゃあホームシックとか？ホームシックにも時々ないよね。そうじゃなくって本がね、大量発生してんだ、捨てれなくって。はあ、分かった。実家の本持ってきたとか。それプラス新しい本買っちゃって、もう部屋が本だらけになっちゃったんだ。じゃあそのままにしとくか。衝撃の事実があるんだよ。なあ？あのさ、メイクしないよね。ないね。あ、でもお母さんの借りで時々たまーにしたことあるけど。でしょ？オーディションの時って自分でメイクするんだよ。そう、やばいと。そう、びっくりしてオーディションの時焦っちゃってパニクっちゃったんだから。分かった、今から練習しとくけ。頑張って。ちなみに彼氏とかはおると？その質問は、それが一番聞きたかったって。ごめんなさい。ちょっとしっかりしてよ、二十歳の私。あんただっていないでしょ。だから欲しいのに。でもこうやって話せてよかったね。なんか私も自信が出てきたし、私もあの頃のことが思い出せたし、写真忘れるべからずだね。私も最低限これぐらいになってるってことは分かったし。何よそれ、ちょっとこんな素敵なレディーに向かって。そうやってすぐ怒るところは変わらんね。はいはい。これからはどんな方向で進んでいくの？これからは映画とかドラマとか演技派女優になろうかななんて思ってるけど。じゃあ大河ドラマとか出るったい？まあゆくゆくは。そっか、武田真治の奥さん役とかするったい。あ、それも言われるよ、武田信玄。私今なんて言った？武田真治。武田真治さんはタレントね。そういうボケキャラのところ直さないとね。そうだよね。頑張らないね。
なんで笑うの？めそめそリバッチなかったですっけ？わかります。なんで水槽があるんですか？全然緊張してないです。眠気が先に。初めてフォーを食べました。美味しかったです。パクチーも初めて食べました。案外平気でした。